アカデミー主演女優賞は、アカデミー賞の一部門。最も功績のあった、主演女優に贈られる。最年少受賞者は、マーリー・マトリン。最年少候補者は、クアベンジャネ・オーレス。最年長受賞者は、ジェシカ・タンディ。最年長候補者は、エマニュエル・リバ。最多受賞者は、4回のキャサリン・ヘプバーン。これは、俳優全体としても最多である。また、 主演女優賞を3度受賞したのは、フランシス・マクドーマンド。主演女優賞を2度受賞したのは、ルイーゼ・ライナー、ベティ・デイビス、オリビア・デ・ハビランド、ビビアン・リー、イングリッド・バーグマン、エリザベス・テイラー、グレンダ・ジャクソン、ジェーン・ホンダ、サリー・フィールド、ジョディ・ホスター、ヒラリー・スワンク、メリル・ストリープの12人。最多候補者は、メリル・ストリープの17回。 非白人の女優が最初に受賞したのは、第74年のハルベリーである。第41回には、キャサリン・ヘプバーンとバーブラスト・ライサンドの票数が、全く同じとなり、同部門初の大受賞となった。ありがとうございます。